わさび YouTube モハト、まぜ。今日はムートン対フォーク。ムートン対フォーク、ムートンアゲインだね。フォークは初めてじゃない？フォークは初めて、初なんですよね。情報は一切知らない。ムートンでもこの前ぶちかましてたよね。ムートン対ベニザクラでムートンはぶちかましまくってて、オーラかませって言ったよ。ベニザクラオーラかませって言ってたよね。覚えてるよちゃんと。フォークがちょっと楽しみだね。これさ、これなんかいつもと違うバトルじゃない？ああそう、キングオブキングス VS 新アドレナリン、そういう大会名前わかんないね。これはちょっと新しい団体っていうことで一歩踏み入れていく。新しいって感じだよね。一歩踏み入れていく。それではナリミックス1回戦目のビートを聞かせてください。この2人の対決のビートはこれだ。待って、やばくね？生演奏やばくね？やばすぎ。吹奏楽部って感じでお届けするのかな。今宵は吹奏楽部で提供いたします。何役お前？え、カスタネット。俺あれ一番下っ端だから。トライアングル、あの三角形のやつ。三角形シャリリーンのやつ。シャンのやつ。あれしかできない。先行ムートン後攻フォーク、レディーファイアイスバー。俺らにとっちゃアイドル、昔釘付けになった UMP。 やべえ感じまったが、ダーティなダーティリゾーダーティリティティダーティエイショー。ダーティミックスの上で毎回カラオケでばっか歌ってた。今日は俺があんたを超えるバーアイスバー。思い出してきたムートンを。ムートンなんか声がかっこよかったんで、そうバッチゴンビーみたいな。そうだ、ムートンのこのフローを思い出してきた今まで。ベニザクラオーラかませ。お前それしか覚えてないじゃん。あそこのね、あそこからのベニザクラがちょっと確かに衝撃的すぎた。もう1セットじゃんもはや。確かに。今日は俺があんたを超えるバンアイスバン。いやいや超えるバンアイスバン、俺がこのアンサーで返すバン。判決有罪。いや無罪。難しいな。有能じゃない。有能有能でしょ。かっこよーフォーク、かっこよすぎ。これやばくね今のところ。いやいや超えるバンアイスバン、俺がこのアンサーで返すバン。今のところスムーズすぎて好きです。好きでございます。俺がこのアンサーで返すバン。タイアスク、タイアスク、行かないのはフィスキルラスク、まるでラスカ、マスカット、エビスじゃねえ、渋谷ビジョンだぜ、見せるビジョン。こいつは一緒、一緒、一緒、あんたとも一緒だろな。アイスバンの上とも呼ぶ、四回転、飛び越えるフォークファイセン。ちょっとムートン不調かな、緊張してるんだと思う。あなんかフォークって結構わかんない、これは予想だけど、なんかずっとあの頃見てた UMB みたいな、あ先輩、フォークが先輩みたいな感じのことを言ってたから、多分若干緊張してるんじゃね。でも確かにフォークはやばすぎる。フォークやばすぎるんだよね。ちょっとフォークやばすぎる、かっこよすぎる、すべてにおいてが OG。 おーおーすおーすはなんでおーす。スパンの上手も呼ぶ、4回転飛び越えるフォークファイセン。いやいや大丈夫だよ、噛んだって。運転とフリースタイルは気をつけてても事故る。いや大事なのはアフターケア、とにかくマイク握ってやるだけだ、それだけだよ、それがマナー。いやいやここで押
教えてやらなきゃな。いや去年は MC 感がかましてた。だから今年は俺がやる番、やってやるよ。絶対やるさ、ベティが一番。どれなやり方ならこれです。あの吹奏楽部にも盛り上がりがかかってるよ。言う判決。おはいかって言い渡す。なんて言っています。判決を言い渡す。判決。うまい。ルイさん学生スイッチ入りました。うまい。うまい。うまいぞ。うまい。うまいぞ立証。やばいね、ちょっとひどすぎるボケが。ちょっと久しぶりの収録だから。ちょっとうまいぞいって。だから今年は俺がやる番、やってやるよ。絶対やるさ、ベティが一番。どれなやり方ならこれに伝える。ブケロウィケロ、バラファケケケロ、揺れろ揺れろ、バラファケケメロ。これは俺にしかできねえ。アイスバー、イクムのやつだけができねえ。お前はつまみだな。止まんねえじゃん。止まんねえ。ライブの使い方、客の心の掴み方、俺がメインならお前はつまみだな。なんか気持ち悪い。もしかしてやべえのが生まれる前の座りかな。証明してやるアイスバーの看板、これ偽りかな。フォークやばくね。もういいよこんなうまい材とか。過去一かもしれん。オーバーキルじゃね、最後のところ。ただでさえ勝ったのに最後でも、確かにさらに声の渋さがマジで、声の渋さスネークぐらい声渋くね。なんか必死じゃないじゃん、なんかラップするのに。落ち着いて淡々と殺していく感じ。もうね、シリアスキラー。ゾロゾロ。あそれではジャッジに入ります。先攻ムートン、後攻フォーク。大きな拍手を。普段何かしたことあれば。そうだな。そんな甘くないってことっちゃ。楽しんでこうね。めっちゃ元気なくなってる。どうするな。オーバーキルされてる。オーバーキル。めっちゃ心メンタルまでオーバーキルされてたよ。楽しんでこうよ。まあそういうキャラなのかわからないけど。でもよかったね。まあフォークはやばかったね。ちょっとフォークの他のバトル見たいね。フォークちょっとあの登録された。結構殿堂入り、殿堂入りな感じで登録された。ちょっと俺の中で今んとこフォークが過去一にうまいかもしれん。いやそうだね。あいなんか違う、また違うタイプじゃん。そうなんかもうみんな個性強い。フォークはゾロタイプだね。いやよかったね今回。やばいっすね。フォークを知れてよかったです。フォークを知れてよかったです。